開幕ムービーです。どうぞ。怎么样？我的海报做得不错吧？哦，我也要加油了，一定要让学弟妹好好体会女鬼桥的恐怖。祝愿成功。终于到这一天了。好期待。さあやっていこう、新作だぞ。何かしらのリハーサルを始めるらしい。急げ。ああ、新作のいい匂いに釣られてやってきました。どんで火にいるアカネムシ？まあうちもブンブン言うとりますけど。で、おバカ。これ絶好調や言うとりますよって。はい、つかみはオッケー。で、これはなんてゲームなん？このゲームは、ザ・ブリッジ・カース・ロード・トゥ・サルベーション。原作の映画を元にゲーム化したタイトルなんだ。映画からゲーム化って珍しいな。だよね。台湾製のホラーゲームだけど、ちゃんと日本語化されてるし、台湾といえば、弾丸や変更をイメージして期待しちゃうんだよね。噂によると、ある学生カップルが駆け落ちするために、警官橋で落ち合う約束をした。しかし深夜12時になっても男の方が現れず、女は思い余って湖に身を投げた。それ以降深夜12時にこの橋で段数を数えると、昼間が13段だった数が14段に増えているという。そして、幽霊女が現れて命を奪われる。そんな恐怖の怪談。その怪談話を今から試してみようって話？そんなところだね。あ、これ隠れられるタイプのトイレか。そう、このゲームは逃げがベースになってるらしいから、ちょっと心配。新作ホラーはいろいろ挑戦したいからやってるけど。正直逃げ要素ばかりのホラゲは好きじゃないんだよね。わかる、逃げもいいけど、逃げだけやとあんまり楽しくないな。即死させられる系のゲームが多い気もするし。そうなの。即死系って、積み上げたものぶっ壊された気分になるんだよね。それスキマスイッチのこと。お、言うてたら現場に到着したみたいやな。このタンクトップ張り切ってるな。話しかけてみよう。もしもし？大天啊啊，学姐你不要突然讲话了，我快吓死了。我还以为是那个。哪个？哎呦，就那个嘛。对了，学姐你等一下走仪式要不要那个金宝瓶啊？不用了，没关系。我没办法念。哦，学姐不信这个。好吧，那我自己念。こんなキーの弱くて筋肉の少ないタンクトップは初めてやな。ただのタンクトップ男子か。我这边啊都准备好了，到时候你别雷哦。啊，我才怕你雷我嘞。靠。なんなん。自分ら付き合ってんの？これがオタサーノ姫ってやつか。なんやその動き。じっとせ。学姐。你刚刚应该没有听到什么不该听的吧？没有。真的没有？好了啦，学长，你再问下去，本来不知道都要知道了。こういうとこでイチャイチャするやつってな、大体あれやで。抱歉，又要委屈你了。好了，别说这些，等一下被听到。哈，どいつもこいつも。怎么了吗？学姐，你来了。刚好五分钟，算得真准。你要是准备好的话，就先去椅子上坐着，准备开始预言。このメガネは美人。うむ。でもなんだか先輩って呼んでる割にはちょっと偉そうだよね。見た目に反して不良タイプかもな。所以，准备好了吗？嗯。哎，学长，我还是觉得不太好了。怎么了吗？哎，就这里感觉很阴啊，我们在这里搞这些会不会得罪这些好兄弟啊？可是
可是不然换我来摇铃铛吧。谢谢学长，谢谢学长。哇靠，学姐怎么都不怕，太猛了吧。安静，开始了。これは高齢術でもやってるんかな。多分そうだと思う。階段の幽霊を呼ぶための儀式だね。学姐，预演还在进行中，请你不要分心。要是回头了怎么办？怎么，你担心我？あ、そっか。これリハーサル中なんだった。放心，我很熟流程的，跟你开个玩笑而已。继续喽。これをイベントとして行う予定なんやっけ。そうそう、肝試しイベント。この階段を数えながら上がっていくと、何かが起こるんやな。奇怪了吧。こんな感じでイベントやりますよ、と。ん？前方に何かいるけど、普通にこれ、逃げイベント始まってない？なんかリハのつもりが本人登場みたいな雰囲気？とりあえず動かなきゃダメか、どこに向かうとか、全然わかんないけど。ああ、ゆかりさん、前にいてる。オッケー。どれくらいで視認されるんだろうね。わからん。しゃがみがあるってことは、足音とかも注意せなあかんはずよな。ちょっと距離取って。裏に回ってこの場所から離れていこうか。あ、見つかったな。一旦トイレ入ろう。そ、その方が無難か。ってあれ、これ草のところ通れないの？はい、ダメ。You are dead やで。リハーサルで死ぬのか。命がけ。ちなみにこの後10回ほど死んだよ。ゆかりさんご利用しばっかりするから。このゲーム、正解通りに進めないとアウトになるっぽい。トイレ使わず走り抜けるとか、しゃがみで視線切ってとか、いろいろ試した結果、トイレ使わないと、ほぼ死ぬことが分かりました。まずトイレ入るでしょ？しばらくしたらキラーがウッキウキでやってくるの。ほんまや。連休と給料日が重なった時の主くらいウッキウキやな。で、歩きとしゃがみを駆使しながら、次のトイレへ駆け込みます。今見つかりましたが多分行けます。まあ視線やら足音やら、最近の逃げ芸って細かい要素が多いけど、トイレやロッカーに入れたらもうそれで全てを許してくれるもんな。命がけのシーンでも心安らぐ。それがホラゲのトイレ。あったかいよな。とうとうでもこの暖かさは再現できまい。やっべ。この植え込みのゾーン、自分は通過できなくても、キラーは通れます。プレイヤーのショートカット対策やな。そうなの。だからゴリ押しが効かなかった。私は、こういう逃げゲーでは一発もらってでも、走り抜ける爽快感が欲しくてよくゴリ押ししちゃう。ま、その結果の銃ですやな。ちなみに、幽霊が初めに登場した場所あったやん。あの場所って、自分の来た道やったけど通られへんの？階段のところまでは行けるんだけど、そこまで行くと目の前でキラーが湧くから、強制的にゲームオーバーになるんだよね。あの道を通過できれば一番近道なんだけどね。不可能。太奇怪了吧。对不起，对不起，我知道错了。学姐，原谅我吧。哎，怎么了？我不知道啊，没想到学姐反应会这么大。你装干嘛那么逼真呢？难怪学姐会被你吓到。哎，说逼真的是你，现在要嫌我太逼真，学长你很难搞哎。林恩，学姐，对不起啦，都是我的错。奇怪，大天跑去哪啊？胆小鬼，不知道躲哪去了，快去找他吧。チェイスはここまで行けばクリアみたい。はあ、長かった。よう寝れずに頑張ったで。学姐。没事了，我跟上。新作ホラーの悪と一でやめられないって意地と、台湾製ホラーへの期待から諦めなかったよ。で、これはタンクトップがさっきのイベントでお守り落としちゃったから、みんなで探そうって言ってる。
お守り探しは特に誰にも遭遇しなかったよ。まあさっきのやつに追いかけられながらの探し物だったら、正直もうこのゲームやめてた。何かおったで。危害を加えられなければ平気平気。さて、じゃあこれ持って部室へ戻るとしますか。次回は学校編。